ヤママンユーカリが丘線は、京成本線のユーカリが丘駅を起点として、ニュータウン、ユーカリが丘、を環状に結ぶ、全長 4.1km の、新交通システム路線です。名列車界隈ではすっかり有名となった、ピンチライナーに先立ち、日本で初めて、中央案内機乗方式のボナを採用。共にニュータウンと鉄道駅を連絡する点や慢性的な赤字など、共通項が多かったものの、すでに死刑執行済みとなったピーチライナーと異なり、こちらは現在も路線が存続しています。一体何が、ユーカリが丘線を生きながら得させているのでしょうか？ヤママンは元は大阪で繊維卸売業を営む会社でしたが、1965年に本社を東京に移転すると宅地開発事業に業種転換して栗浜駅付近の山林を切り開き、湘南ハイランドを造成。初のカタカナ地名、横須賀市ハイランド、オカンスコの分譲地は、おおむね好調に分譲が進み、ヤママンは次なる宅地造成へと突き進んでいくことになります。1971年、ヤママンが次なる造成の舞台として選んだのは、千葉県佐倉市の京成線沿線にあった山林でした。ヤママンは、自然と都市機能が調和した、21世紀の新環境都市、をこの地に作ると決意し、殺菌や空気の清浄採用のあるユーカリに注目。ニュータウンの名前及び地名を、ユーカリが丘、都市、長期的な街づくりを前提とした、継続的な開発を行うことになりました。ニュータウン自体の特色に関しては、この動画の本題と外れるため、軽く触れるに留めますが、この、長期的、継続的、という単語が、一般的なニュータウンの開発、運営様式と異なっていることは、この後に控えるユーカリが丘線にも関連してくる部分なので、押さえておくべきでしょう。ヤママンの都市計画には、当初から新交通システム路線の建設が盛り込まれてはいたものの、異業種から鉄道事業に参入する例は多くなく、さらに路線を新規建設するとなると、先例はないに等しいものでした。計画が立ち上がった当初、佐倉市はユーカリが丘の交通について、バスによる輸送で対応することを検討していました。しかしヤママンは、環境保護を考慮してバス路線の乗り入れを拒否。あくまでも自社で新交通システムを建設するという姿勢を崩しませんでした。そもそも当時、国内における新交通システムの実用例もまだなく、神戸新交通ポートアイランド線の計画がやっと始まった程度で、この、新しいもの尽くし、で前例のないヤママンの挑戦に、当初運輸省は難色を示したといいます。そんな中で、ヤママンは粘り強く交渉を行い、なんとか鉄道免許を取得。続いて、新交通システムの方式選定に入ることになります。先に方式選定を終わらせていた神戸新交通では、4方式の比較、検討を行った末、うち3社により共同開発された、KMT 方式を採用。この方式では、軌道の側面にガイドレールを設けて、車両を制御する方法が取られましたが、ガイドレールは両側に必要なため、分岐部分では、ガイドレールの一部を加工させて格納せねばならず、構造が複雑になるという欠点がありました。また、左右にガイドレールを設ける都合から、軌道の幅員を広く取らなければならないことも、問題となり得ました。そこでヤママンでは、日本車両製造と三井物産を中心に開発されていた、中央案内機乗方式の、ボナ、を採用。この方式も、未だ交通手段としての実用例はなかったものの、奈良市の市にあった八津遊園のアトラクションとして、実験線が敷設されており、敷地内で完結する路線でありながら、鉄道営業法に基づく鉄道路線として扱われていたことも、決め手になったのかもしれません。
また、路線のルート選定にあたっては、当初計画にあったニュータウン街区内のどの住居からでも、最寄り駅までの所要時間が、徒歩10分以内となるよう配慮されたほか、宅地開発に向かない斜面を活用するなどのコストカットも図られ、当時の一般的な相場の6分の1という、かなりの低コストで路線を完成させています。ユーカリが丘線の建設は、ニュータウン開発と並行して進められ、1982年11月2日、ユーカリが丘駅、中学校駅間、2.8 キロが開業。前日のダイヤ改正にて開業した、京成電鉄のユーカリが丘駅と連絡し、ニュータウンへの交通手段として走り始めました。この時点では、単純な往復運転を行っていましたが、翌1983年9月、中学校、公園間の営業も開始され、全線が開通。合わせて、ループ線上となった区間は一方通行とされ、6の字運転に近い、変則的な運転ダイヤが組まれました。こうして、ユーカリが丘の住民のための交通手段として、第一歩を踏み出したユーカリが丘線ですが、開業後の利用実績はご覧の通りで決して多くはなく、鉄道事業単体で見れば、建設費用の回収を抜きにしても大赤字でした。これは主に、ニュータウン内での世代を分散させるために、他ニュータウンと比較して遅いペースで分譲が進められたためで、実際、年を追うごとに、少しずつではありますが、利用者数と収益を増やしていきました。また、デベロッパーのヤママン自らが運営するユーカリが丘線では、路線自体が赤字であったとしても、ユーカリが丘線の存在によって、分譲の実績に与える影響や、町屋ヤママン自体の PR 活動としての側面も加味して運営できるため、ニュータウン開発主体と、鉄道会社が別になっている他の例よりも、路線の収支が経営判断に与える影響は、大きくありませんでした。ところで、ユーカリが丘線の路線図を見てみると、非常にシンプルな駅名が付けられていることに気がつきます。京成との接続駅であるユーカリが丘駅、地名そのままの井野駅は別として、それ以外は、地区センター、公園、中学校、女子大、と、およそ固有名詞とは思えぬ駅名が並びます。このような駅名には、駅周辺にどのような施設を整備、誘致し、どのような形に開発していくか、という期待が込められており、例えば地区センターの場合、後にサティをはじめとした商業施設や、入居を検討する人のために街を紹介する施設に加え、お風呂のテーマパーク、なる、アクアユーカリも建設されるなど、その名の通りの形に整備されていくことになりました。また、公園、中学校に関しては、ヤママンまたは自治体による整備が可能であったため、いち早く駅名が謳う施設が完成しています。ただし、女子大に限っては、キャンパスを誘致しないと話が始まりません。駅近くに、和洋女子大学のキャンパス移転が予定されていたものの、諸般の事情から立ち消えになってしまい、一応、移転予定地がセミナーハウス等になってはいるものの、基本的に、女子大生のいない女子大駅、のまま、今に至っています。ちなみに、一度駅名を変えようと募集まで行ったものの、変えないでほしい、という声が多く、結局変更しなかった模様です。ヤママンがユーカリが丘線で採用した企画、ボナは、戦術の通り、それ相応のメリットのあるものではあったのですが、分岐の構造が複雑になること、壁がないので軌道を避難経路として使えないことなど、複数の欠点も同時に抱えていました。これら KCV やボナに対して優位に立ったのが、先立つ神戸新交通の共同開発に不参加だった、新潟鉄工所による、MTS 方式。側面にガイドレールを設ける点は、KCV と同じであるものの、ポイント部等では片側だけのガイドレールで運行できるようにし、分岐部分の大幅なコスト削減に成功。
この方式はニュートラムのほか、ニューシャトルやレオライナーにも採用され、事実上の標準形式としてその地位を確立。後に制定された、日本交通計画協会による標準規格も、これに近い構造とされました。一方、ボナを採用した路線は、ユーカリが丘線の他には、東華大ニュータウンの交通を担う、はずだった、ピーチライナー、だけと少なく、2006年に同線が廃止になって以降は、全国でただ一つだけとなってしまいました。ヤママンが開業時より一貫して使用している一線型電車は、1982年生ながら、構造上冷房化が難しいという問題を抱えているのですが、路線の方が、このように採用例の少ない規格で作られているせいで、車両の置き換えは非常にハードルの高いものとなってしまいました。ピーチライナー廃線時に、同線の車両をヤママンに譲渡することについて、東華大新交通から打診があったようなのですが、路線の両端をループ線としていたピーチライナーの車両には、特殊な仕様が多く、譲渡を断念。以降、ヤママン一線型を置き換える目処は立っていません。鉄道運営に関するノウハウの一切ないヤママンが運営する、ユーカリが丘線。路線が独自の規格であることも重なり、当初運輸省が承認を渋った裏にも、安全面への懸念があったことは想像に難くありません。ですが、ユーカリが丘線は開業以来無事故で営業を続けており、無事故事業者として表彰を受けるなど、安全運行という面においては、むしろ他鉄道事業者よりも高い水準を保っています。長らく、ユーカリが丘内における唯一の公共交通としての地位を守ってきたユーカリが丘線でしたが、分譲の進行により、ニュータウンの街区が拡大し、ユーカリが丘線だけではカバーしきれないエリアが出てきてしまったこと、同時期に開発された他のニュータウンほど深刻でないとはいえ、高齢化による影響が無視できなくなってきたことなどから、ヤママンが当初拒否した路線バスの運行について、再考する必要が出てきました。そうした理由により、2009年頃から、ユーカリが丘県内におけるコミュニティバス運行に向けた、実証実験が開始されました。当初は、排ガスを排出する通常のバスは、環境保全の観点から採用すべきでないとの判断から、実験には電気バスを用いていましたが、2013年頃より方針を転換し、通常のバスを使用した無料の、コミュニティバス、ココララ号を用いた実験が、通年でスタート。一度ルート変更を挟んで、7年間にわたり続いた、ココララ号の運行でしたが、今年9月より順次実験を終了し、そのルートの一部は、有料の路線バスとして常設化される予定となっています。これらの路線バスは、すべて、ユーカリが丘線を補完するもの、と位置づけられており、今後の交通再編の中でも、ユーカリが丘線は継続して、運営が続けられてゆくものと思われます。また、現状では具体化に至っていないようではあるものの、路線の延伸についても懸案に上がっており、京成だけでなく、JR 線と直接接続を取れる桜延伸案や、四つ街道延伸案などが考えられている模様です。一方、先行きには不安も残ります。先述した通り、ユーカリが丘線が採用した、ボナ、は結果的に独自規格と化しており、延伸に伴う車両増備や、既存車両の置き換えには、相応の困難と費用がのしかかってきます。近年では、同様に独自規格となっていた上野県水線が、車両、設備の更新費用がかさむことを理由に運転を休止し、都民の意見を聞きながら損廃を検討する、という、廃線一歩手前の状況まで追い込まれています。ユーカリが丘線で使用している一線型にしても、乗車時間がそう長くないとはいえ、冷房がないことはさすがに時代遅れですし、近年は特に酷暑がきつく、車内に無料のうちわと、クーラーボックスで冷やしたおしぼりを置いてはいるものの、車内はかなり暑くなり、快適とは言えません。その点を抜きにしても、新交通システム用の現役車両としては、最古参となるヤママン一線型。このままでは、長期的な使用は難しいと思われます。ヤママンユーカリが丘線は、デベロッパー直営を活かして、今後も生き残り、さらなる発展を遂げることができるのでしょうか。